はい、こんにちは。今回はね、こちら2009年に出てきましたオデッセイです。これもね、型がこう変わってしまいましたね。まあ、このオデッセイを紹介していきたいかなと思うんですけども、こちらです。まあ、車の形もね、もうどんどんこう変わっていきますから早いですよ。で、そういうわけでね、紹介していきたいと思うんですけども、平成20年、2008年だとまだまだ新しい時代だと思ったんですけどね、もう10年以上前の話なのかなと思ってびっくりですね。で、平成20年、2008年10月に発売された4代目ホンダオデッセイですね。で、初代から続く低い、まあ、全高と他人乗用車製、セダン感覚というコンセプトを、さらに熟練進化させた上級ミニバンなんですね。で、4代目ではその全高を先代に続いて1550m 前後で抑え、ほとんどのパワーパーキングに入庫可能なミニバンであることを大きな特徴としていますね。で、アコード系プラットフォームを採用し、前後のドアを臨時式とする展望区、従来と変わらない。で、中央にメッキを施したバンパーや切れ長なヘッドランプで構成されたフロントマスクなど、まあ、外見は全体的にシャープなイメージに仕上げている。リアコンビネーションナンバーは先代に三角形から横長に変更し、ワイド化を強行したんですね。で、パッケージは低床プラットフォームで前提全高ながら乗車の7名が快適に移動できる空間を確保したのをはじめ、リアドームの開口部を仕上げて3列目シートの乗用性を改善、2列目シートの形状を補修することで3列目の足元空間に量を持たせた。また1列目から3列目シートの前後の位置を V 字型のレイアウトすることで前席を開けた前方視野を確保している。3列目シートに生かした収納機能はオデッセイの伝統ともいう特徴で、これによりラックフラットで使い勝手に優れた座席スペースを作り出すことができる。インテリアはトレが羽を広げたような伸び縮みとしたインパネデザインが特徴的。メーター大側の速度計を中心に各機能やレンジケーターランプなど上位ゲレラとした自覚光メーターを採用する。車両以外の魅力を熟熱させた4代目オデッセイだったが、まあ、ミニマルユーザーの多くが背の高いハイド系を好むようになったこともあり、販売面では問題なんですね。で、それとび次の5代目では全高を1700センチ前後まで最大し、スライドドアを設けるなど、方針の大転転を実現する。そうした意味で、4代目は将来代のオデッセイらしさを受け継ぐ、まあ、最後のモデルとなりまして、まあ、この4代目はね、そういうところで挑んだんですけども、あんまり販売面では苦戦を強いられたということなんですね。で、販売期間としては平成20年の10月から平成25年の10月まで、生産されていました。で、まあ、生産台数が72,211台。確かにあんまり生産台数で言ったら少ないですね。で、そのぐらいで生産されていました。で、車両型式は RB3、RB4 型でございます。まあ、これもね、ある意味この中古車に行ってね、車を探してる時で、これね、乗りました。非常にいいですね。高級感があって、いかにもこうオデッセイっていう感じが出ててね、いいなっていうのがありましたね。最初私ね、これね、この形の4代目ですか、今までほら歴代のオデッセイが好きだったから、その4代目っていうとどうもやっぱりね、最初ちょっとこう抵抗感があったんですよ。何しろこれがちょっと出てくる前の3代目、これがめちゃくちゃ好きで、でその3代目を探してたんだけど、まあ、そこにちょうど隣に4代目がいたんですよ。で、4代目がいたから、どうなんだろうと。最初これってちょっとボディがね、やっぱりむっくりしてんですね。ふっくらとしてんですよ。で、それがこう3代目と違いで、でちょうどボンネットのとこがふっくらとしてるから、それがちょっとね、抵抗っていうのがパッと見た時にあって、で3代目のがいいかなと。で、後ろのこのデザインなんかも縦型のブレーキランプだったから、でそれもまたいいなってとこだったんだけど、この4代目と3代目が同時にその中古車のお店に出てたから、まあ同時に乗ってみたんですね。で、それでまあいろいろと調べてみたら、
まあこれもやはり車のデザインというのも年月の経過とともに、最初は抵抗感があった車も好きになってしまうなんていうことも、惚れ込んでしまうなんてこともあるんですね。で、この4代目も、まあ新たにその見直してみると、結構確かにね、スポーティーな感じで高級感の感じが出てて、非常にいいなというふうに思いましたね。内装は基本的には、まあ3代目の時とあんまり変わんないっていうか、まあ歴代の時とあんまり変わんないし、まあ後ろのデザインなんかも3代目の意識をそのまま意思をそのまま受け継いでるかなっていうのが出てるから前後ですね。で、それがいいなっていう感じでしたね。いやー、これはね、良かったんですよ。じゃあなんで買わなかったんですか、つと。ちょっとお値段的に、みたいなね。ちょっとお値段的に、お値段的にこちらの方がちょっと若干少し高いかなって感じがあったんで、ちょっと乗れなかったんですけども。まあ、これはね、なかなかいい車だなっていうふうに思いましたね。ちなみに一番お安い価格で NS というグレードがあるんですけど、これが242万円。一番高いので、グレードでアプソルート、4WD、これが314万ですね。まあ、アプソルートっていうのが一番このグレードがいいんだけど、アプソルートね、これいいんだよ。だけどこれ、なかなかね、良くてね。で、この L っていうのもね、なかなか捨てがたいので。まあ、ただね、これね、横がね、すごく長いでしょ、これ。横が長いし、後ろもこう長いから、横も長いし、後ろも長いから、これね、正直言って、その、なんつうの、交差点を曲がるときとか、駐車してバックするときとか、まあ、バックするときはバックモニターがあるから、まあ、なんとか大丈夫かなと思うけども、特にちょっとある意味おっかないのは、その、交差点ですよね。そういったところでこれが曲がったりするってことは、まあ、こっちのカーブミラーを気にしたり、あるいはナビでそういう機能がついてればいいんだけど、まあ、それでこう曲がるわけじゃん。ところがほら、あんまり近寄りすぎちゃって、ここをガスッとこすっちゃったりするんだよね。特に、まあ、交差点なんかのね、白い交差点はいいんだけど、狭い交差点とか、あるいは見通しの利かない十字路のところとかね。そういったところで曲がるときは、まあそんなところはあんまり走りたくないけど、そういうところ走ったときに、あれですよね、狭いとこ、近寄りすぎちゃって、ここがガリガリガリってやっちゃうから、まあそれのことですね。あとはそのうちによるんだけど、まあブロック塀があるうちなんかあるじゃん。で、そういうとこにこうバックするときに、こっちに近寄りすぎちゃうとガリガリガリってなっちゃうんですね。だからそれが唯一、まあこれは結果的にミニバン全体としてそうなんだけど、特にオデッセイの場合は、同じミニバンでもこっちが異様に長いので、それが唯一の泣きどころかなって感じです。だそれを、まあ今の時代だったら、こうナビなんかのもね、アランドビューモニターみたいなのが日産ではあるから、まあそういうのもホンダなんかで、ホンダかあるいは他の社外品のメーカーかなんかでそういうのを作って、そういう機能をつければ、まあ大丈夫かなというのはありますけどね。多分そのうち出てくるんじゃないかなと思うんだけどね。で、こういうふうに、これは、こういうふうに開くんですね。で、この後ろ。これがやっぱ気に入ってましたね。これが、縦型にすごいこだわってたんだけど、この横っちょの方もいいかなって思いになってきて。で、その前はね、非常にいいんだけど、ただここがちょっとボンネットのがちょっと出っ張りっていうか、膨らんでるところがあって、これがなと思ったの。というのも、大体ほら、実車と関わる、ある意味きっかけってトミカだから、まあトミカで見た時に、なんかちょっとこう、ボコってボンネット膨らんでね、みたいな。で、それが、ちょっと、なんか違和感があってね、なんかちょっと蜂に刺されたみたいなね、おでこを蜂に刺されてぷくって膨らんだみたいになってくるさ。だから、なんだろうなと思ったんだけど、まあ結構いいですよ。やっぱオデッセイいいね。今の新型はちょっとあれだけど、今の新型ちょっと抵抗感あるんだけどもね、オデッセイは基本的にこのデザインだからいいですよね。もう、しかもそのオデッセイがね、高級感がより増してきたのが、この3代目、これより先代にあたる3代目ぐらいから、より高級感が増してきて、よりこう都会的な車っていうね、
もうより高級感のある都会に住んでいる車みたいな、もうそんなで感じが出てきたんですよ。よかったですよ。昔オデッセイって言ったらね、お化けがね、宣伝してましたね。なんつったっけ、アダムスファミリーとかっていうお化けがいたんです。知らないんだね、今高校生ね。今の高校生、アダムスファミリーとお化けがいたんだよ。ちょっと知らないって言うんだよ。びっくりだね。知らないんだよ。知らないのに女が好きだとか言うから、わけがわかんねえなと思ったんだけど、女が好きならアダムスファミリー知っといてよみたいな。だってアダムスファミリーがいなかったら、このオデッセイって出てこなかったからね。だから、そこのとこちゃんと勉強してよって感じなんだけど、知らないんですよ。知らない高校生がいてびっくりしたんですね。アダムスファミリー知ってますかって、知らないって。みたいな。それで動画、本当が好きですとか言うからさ、みたいな思ったら、ちょっとそこは勉強不足でございましたな。そこちょっと勉強しておくれば良かったなって感じなんですけど、結構ね、これはなかなかいい、お車ですよ。というわけで、どうもありがとうございました。